ミルワカミルクサッカーアカデミー井上までございます。ノーミルクサッでございます。よろしくお願,しお願いします。今回は教えてください。これですね。ド二千二十一冬遺跡編、はい、3> 第三弾。浦和裂編の遺跡。あありがとうございます。あもう一チームずつ丁寧にってことなんですね、まあ。いろんなパターンやっていこうかなと思うんで、ね。はい,はいはいはい。え今回浦和では裏割で三化成復古の大号列。三化成王成復古でなく。はい。あ三化成ルード。 はい。はい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 なるほどですね。そうなんですよ。なんかね、ねこれ一応12月6日の夜に撮ってるんですけど、もしかしたら、ね、7日の時点で違うのを出てるかもしれませんが、なんだか大崎レオさんとか、ま渡りさんだとかなんか話が出てきて,てこの間のライブ配信でね、それ、まことしやかに。ま、かそうなんですよ、ね。はいはいはい。これらはいわゆる、ね 理科せやなっていうところがありまして、いろんな話をだから、考察がてらというか、と思います。あと皆さんね、あの、これもやるんですが、12月9日に、奥座式、メンバーシップトークライブの奥座式、はいはいはい。下の概要欄とかから取てくちょっと深掘りの内緒話よね、メンバーシップでやりたい。遺跡のことやりたいなと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい。ということで、現時点の浦和さん確認していきましょう。こちらでございます。はい、ドンと。 え、いうところで。えー、現時点、12月6日時点での、まあ、いろんな話のところで考えていきましょうってことです。ええ、なんで左側に、あの、牧野さんとかもいません。はい。あの、もう一応ね、満了でシーズン終わったので、はい,はいはいはい。残念ながらではありますが、といった感じです。うんうん、で、一応左側なんかいっぱいいろんなカラーリングもあるので、はいはい。まあそこからお伝えしていきたいんですけど。ね、何の意味を持つのか、この色は。はい。はい。うん、え、白は、あの、特に何もなく、あの、ノーマルで在籍されてる方々です。はいはいはい。 で、ピンクが2021シーズン、うん、レンタルでどっかに行ってたよって方々です、うんうん。はいはいはい。 で、水色に関しては、うんえー、この2010、ごめん2021年ですね。<laughs> はい、12月6日時点で、なんか遺跡のオファーがあるんじゃないかみたいな、いる<ー>離脱してしまう可能性がある方らですね。逆に黄色の方は、で緑の方が、あ、ごめんなさい、緑ないね。オレンジの方々が内てたオレンジの方々が、はいえー、来年の内定がすでに決まってるらなるほど。はいはいはい。黄色の方々が今、浦和に来るんじゃないかっていう可能性のある方が 今出てるのだと<で>まあ、ね、センター枠ク足りなくなるんだからってので琉球の知念哲也選手はい、はい、あとは横浜石の松尾雄介さん,んうん,うん、うん、あと夏も移籍の話あったけど鳥栖の山下さんだとかもありますけどはい、はい、びっくりしたのが新都トロイデンの松原虎さん,ん、ねはい、あ戻ってくるの日本にでに 今、<ー>シントトロイデン VS、浦和 VS 清水らしいんですけどね。ああ、元いたからね。そうそうそう。へえってのはあるんですよ。で、まあ、彼らに関しては、例えば、松尾さんはもともと浦和ユース出身だってのもあるし、あと、うん、からもし山中さん抜けるならね、やっぱそれらしきレベルの左サイドバック一人欲しいってのもあるし、とかってのはわかるんですけど、大崎レオ。 マワトリ・コズオキ今は徳島の渡井さんですね。渡井イ・マサ選手。マワさん、皆さん。マワトリ・オオサキ・ワタイ。共通点があるんですね。マワトリ・オオサキ・ワタイ。彼らはみんな、徳島時代のリカルロ・ロドリゲスさんとやってるんですね。ああ、なるほど。さらに、持っていってしまえば、大崎さん、マワトリさんは、 リカルド時代の徳島でやってたから、それぞれ J1 に個人昇格もされた方が、うん。出してるわけだもんね。恩はあるよね。うわーなるほど。そうなんです。はい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 。面白い。で、しかも、あのちょうど、はい、そうなんですよ。うん、あのセンターバック抜けたんだから、まあ、尾崎さんはね、なんかどうやら残留なんじゃないかって話もありますけど、はい、ね、はい、えー、いわゆる、 浦和側、もしくはリカルドさん側として取る理由もあるというか、はいはい、以前、ま,あね、まずはあのセンターバック、浦和抜けましたから、それはまず欲しい。はい、でサイドバック、山中さん、西さんとか抜けるんであれば、両サイドバックできる真当さん欲しいねとか、はい、あとはドリブラー、もしくは元からね夏の段階から2列目はもう一人欲しいって言ってたんだから、和井さんとかっていうのも、全然、うん、みんな分かる話なんですが、はい、彼らを採用する理由って何なるって話ですよ。はい これね、なんかどうやらこう2019年と、やっぱ2021年で、はい。めちゃくちゃ変わったんですって。はいはいはい。まあもちろんコロナでしょって思われるかもしれないけど、まあそりゃそうなんだけど、うん。もう一個変わったね。うん。これがめちゃくちゃ変わった部分で。はい。裏をかってことでしょリカルド政権リカルド政権もそうなんだけど、まず全体、世界全体で、プレミア以外の世界全体で変わったことがあるんですよ。3から5。まあさん、これ皆さんなんだ。あ、交代枠正解。はいはい。 で、言ってしまったらですよ。うん、あくまで言ってしまったらだけど、はい、今までだったら、ぶっちゃけ14人、次の試合に向けて使える選手を用意していけばよかったんですよね。はいはいはい。それが16に変わったわけですああ、最低で言ってもってことでね。そう。で、さらに、やっぱ特に2020シーズンが特にでしたけど、はい、あの、過密が過ぎたじゃないですか。そうですよ。はい、だから、練習もなかなかできなかったとかあったんですけど、うんうん、要は、短期間でもパンとも作れるチームに、 しておかないはいはい。そしてそして、J リーグの上位クラブは夏にこう、海外に抜けちゃう人とかも増えてきる。あまあそうだね。そういうリーグになりつつあるもんね。そう。はい、だから、開幕前でプラン A の根幹は仕込んどいて、シーズンやりながらプラン B っていう形で、もう、ガラ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 すぐに作れるようにするためにも、リカルド体制を分かってる人を、ええギュンギュン取っとかなきゃいけないっていう。<laughs> い多少インストラクター兼任みたいな。 そういうことですよ。体現者といいますか。そうなんですよ。あもう時間かけて彼らに仕込んできたわけだから。そうなんですよ。すごでこうなった時に浦和はちょっといわゆる理にかなった行動があったんですよ。浦和の皆さん的にはなんでうちの牧野さんをうけよと思われたかもしれない。ただ彼らは逆なんですよ。はいはい レベルが高くなりすぎた。いわゆる年俸はちょっとお高いんですよね、だからはいはい、もちろんそうだよね。だから、そして、二社式で長くやってきた。なるほど。ん。あ、なるほど。だから、その中でのもう伝道師レベルまでいっちゃったからこそ、若手の方がまだ吸収できるレベル高いですね。なるほどね。ダブルスタンダードになっちゃうっていうのもあるしね。そうなんですよ。なるほどね。そうなのよ。 だから g 2からなんか取ってきてるように見えるかもしれないっていうねこれをお聞きの方とかもいらっしゃるかもしれないけどこれも逆の話で要はまだリカルド色に染めやすい、ね、すごいこれは名探偵だし何かすごい説得力ありますありがとうございますありがとうございますだからこれで補強でねだからえ補強ってよく考えたらなんかその真渡さんだって大崎さんってそろそろ、はい、アラサーじゃないのとかって思われる方も多いんです裏はユンカー取っってショルスとかもったかもた <laughs>、はい でも、ちゃん、あのね、ユース出身組の正直、大城選手とか池高選手がね、まあ、アウトになっちゃったから、若手どうすんねんって今思ってる方もいると思うんですよ。はい、はい、はい。ダウトなんです、その考え方実は。はあ。はあ。まさん。はあ。思えば、栃木から浦和に秋元くんが来ましたよね。そうですね。はい。栃木で何年やりましたっけ、秋元くん。何年 ?2 年ぐらい ?1 年。一年ああ、そか。大卒ルーキーや、ん栃木で。はあ。 浦和の今年のシーズン、大卒二年目だったんですよ。まだまそうか、あ、そういうことだね。あ、そうだね。これ、若手でいいですよね。はい。全然若手です。若手ですね。同じように、今年活躍したボランチの伊藤選手や大久保選手も。大卒ルーキーでした。はい。第四さんも出番ありましたよ。ね彼にとっては、高卒ルーキーでした。そうですね。若手出番あったんですよ。ちゃんと。はい。はい。ベテランが多いように見えるかもしれないですけど。しっかりたっ人もいるってことだね。 はい。そうなんです。そして、今回の補強組も、あの、逆まで現段階で考えると、松尾選手や知念選手も、まだ大卒2年目なんです。はい。はい。1997年生まれ。なるほど。で、渡井選手に関しては皆さん長く名前聞いてたかもしれないけど、1999年生まれという、実は、まだ高卒4年目というか、まだ若いんですと。なるほどね。うん。はいはいはい。橋岡さんとかと同じ年齢なうん。あ、全然じゃあ。多いでしょうです。はい。 あと、武田秀俊さんとか、藤原雄大選手とかは、レンタルでそれぞれのチームで今、成長中、うん。はいはいはい、はい。だから、ベテランがいっぱい活躍してる見えるかもしれないけど、若手はかなり多いんだってことも踏まえ、うんね。はいはいはい。ピンポイントでリカルド、リカセ復興をやるためで、そしてリカルド体制敷くためにっていう、平和、ね、になっててこれあの、個々の面々のこの3人の名前から先生はそうなんじゃないかという、うん そうですね理論にたどり着るわけですねそうですね<ー>もちろん必ず来るかどうかはわかりませんけど声かけるのとしては理にかなっているよねカタカナの理にかなっ,ってい <laughs> なるほどということでございました 面白かった、超面白かったですけど、はい、ありがとうございます。ということで、二カ製復古の大号令を裏渡した。またこれ、いろんなチームでこんな兆し、そのエビデンスといいますか、先生が、名探偵がね、遺跡名探偵が解き明かすシリーズ、ちょっとまたやってくださいよ。もちろんでございます。よろしくお願いします。というわけで、いろんな話題で毎日お送りしますミルクサッカーアカデミー、もっとサッカーを楽しむためによりということで、ねチャンネル登録、そしてこの動画がね面白いと思った方、高評価ボタン、ぜひやっていただけると、モチベーションになります。よろしくお願いします。とというこで えー、井上ありがとうございました先生皆さんありがとうございましま,ざいましたた明日、来てください。バイバ <laughs>